はい、皆さんこんにちは、ナッチでございます。カーリーがね、出ましたね、ようやく。なんで2体いるかっていうと、結局すごい量引いたんすよ。全然出なくて、でもうこれでやめようと思ってたら出たんですね。で、出たんですけど、で、まあ、カーリーが出ました。だけどね、アテナがね、もう一体いると綺麗に並んだんですよね。だからその並びのためにアテナもう一体引くまで、まあやるかみたいな感じになって、でそれで回し始めたら、一回銀挟んだぐらいでまたね、カーリー出てきたっていうね。ふざけんなって感じじゃないですか。一回出たらさ、そのポロポロ出るみたいなさ、そういう制度。まあカーリー2体ってね、別に悪くはないんですよ。ここラグドラにしようかと思ってたんですけど、多分カーリーの方がね、列もあるし、覚醒もなんか修正来るみたいなんでね、まあこうカーリーでもいいのかなと。スキブがね、やっぱ2個なのがでかいですね。で、まあそんなこんなでカーリーが2体出ました。ただね、ただパーティー組んでみたけど、こんな感じになるんですよ。アウストラリスが完全にもう覚醒要因みたいになっちゃってるし、ゴンさんもね、使う場面限られてくるし、まあサイガさんが割と活躍するかなっていう感じです。で、一番いいのはサイガに、関羽とかを継承させるとなんか使いやすいみたいなことを聞きました。まあ、まずはね、使ってみないと分かんないんで、とりあえず使ってみましょう。1列組みながら多色コンボするといい感じらしいです。覚醒はね、この前ツイッターで聞いた操作時間延長の、あの潜在は結局何秒なのかっていうやつで、まあ、見栄えよくね、こんな感じにしました。なんか遅延耐性5個って嫌なんですよね。なんか挟みたいんですよ。ということでいきましょう。何のダンジョンいきましょうかね。なんかいい感じの降臨が、タケミカズチはバインドが来る、メフィストもバインドが来る、トト&ソティスかな。トトソティ行ってみようか。あ、降臨チャレンジあるじゃん。降臨チャレンジのゼローグはちょっとね、初陣で死にたくないんで、どこがいいかな。まあ全属性必須だから、とりあえずノアでも行ってみましょうかね。こういう時にやんないと僕一生やんないんで。で、何順で一番上に来るんでしょう。覚醒数、あ、そう、覚醒数少ないんだ。副タイプ、タイプ、副属性じゃないわな。神の副タイプ含めないにして、副タイプ、タイプ、あいつ、あ、そうか、回復タイプなんだよね。回復タイプのくせに回復力低いもんで、回復力順じゃね、アテナが来ちゃうし、副タイプドラゴンじゃないから上にも来ないんですよね。じゃあレベル、あ、レベルだ。そう、カーリーのフレンド一人しかいないんですよね。本当に出にくいんですよ、きっと。じゃあフレンドがやばいってのもありますね。さあ行きましょう。まあ、列分ないときは、あ、スキル全員溜まってるんだ。そうだよね。ゴンさんもいるし、スキブの数は全然問題ないですよね。とりあえず、列分ないときは普通にね、コンボしていきたいと思います。で、まあ、特にね、2ウェイとかで組まなくてもいいでしょう。これでも16倍出るんで、ホルス的なことはできますね。あ、でも、あ、そうか、5個以上か。でもウェイがね、まあ、特に多いってわけでもないので、5個消しとりあえず次してみましょう。ここでここで火属性を引いていくあたり、やはり不運。ここで、まあ、こっちの辺で5個消ししといて、指はね、多分相当な時間がね、あるけど、ゆっくりしすぎ。64倍、すごいね。これでまあ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 、列が入ったらさらに恐ろしくなると思うので、列をどっかで入れてみたい。一色欠損してますけど、まあいいでしょう。キマイラさんもね、そんなにまだ3ターンなんで。で、これでマジでこの石何なの、ね、石のせいで最近カット多いんですけど、どうしたらいいんだろうねどうしたらいいんだろう、何が原因なんだろう。風じゃない気がするんですよ、やっぱり。100倍出るんだ、すごいな。一色なくて100倍出るんだ。待て待て待て、これ恐ろしいかもしれん。なかなか恐ろしいかもしれませんよ、これ。フェニックスですよね。ここちょっと1列組まないとやばい
気がする上に、なんかワンパンされそうな気もするんですけど、ちょっと列が遠いんでウェイにしておきます。あんまり無理はねせずに行きましょう。あーなんかいろいろひどい、いろいろひどい。倍率は出てるんだけどさ。よしよしよし、じゃあここでもう一回ね。あーでも遠いなー、これ列ってやっぱ難しいですね。なかなか条件が厳しい。まあその代償ですよね、100倍っていうのはきっと火がつながりまくってるしさ。ちょっとカーリーはもしかするとね、ラグドラとか、リンシア以上に強い火属性、火属性じゃね、木の多色になるかもしれないんで、ちょっとこれを機にね多色練習していきたいね。じゃあ使ってみましょう、オールドロップチェンジドーン。まあ、このスキル自体はね昔からあるんですけど、で列組めそうなんで列組んでいきたいと思います。わビビビッツェスイドディダディトト、ふざけんなふざけんな、これやめてほしいよね。あのアップデートいらないよね。この横に出てくるやつ、これ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 絶対いらない。パズル動いちゃったじゃん。ちょ待って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 、ツイッターでフェイバリットがめっちゃ飛んでくる。あそうか、もうお気に入りじゃないんですね。いいねいいねなんだよね。グッドかなライクかな、わかりませんけど、まあ一旦待つしかないわな。回復消しとこうか。じゃあで木をちょっと下の方に持っていきましょう。これで、あいい感じいい感じ、いきます。はい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 、ではいはいはい、さあこれで100倍がまた登場。 126! やばないこれ。300万出てますよ。300万だよね、29万じゃないよね。やばいやばいやばい、割とありかもしれませんねこれ。でカーリー使ってからのサイガさんでこうなるんですよ。これがなかなかねいいんではないかと思うんですよね。よし、じゃあちょっと頑張りましょうか。だからエンハンスとかこれ完全にいらない感じのあれですね、リーダースキルですね。ちょっとマッチクリ、オッケー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 、あんまりオッケーでもないけど、よいしょ、ちょっともう一回火力を見てみたいです。410万だよね。お、すごい。これは感動。強いやん、こいつ。ちょっとね、修正が入って、バインド耐性でもついたら、本当に強くなりますよ、きっと。ちょっとパズルが難しいけど、僕がちょっとパズルに追いついてない感じはありますけど、ええな、ええな、こいつ。引いてよかったかもしれん。本当はね、なんだろう。煽られたくないから引いたんですけど。インフィニティとは相性悪い気がするけど、まあ試しに行ってみましょう。こんにちは。まずこのシードくんたちはいいですよね。こいつらはまあ、この BGM なんだ。あれさっき言ってテクダンの BGM でしたよね。ここだけこの BGM なのかな。あ、そうかそうか。もともとこの BGM ってあれですよね。ローグ型を前提として作られた BGM なんで、それに差し替わったのかもしれませんね。全部が分かりませんけど、適当に言いましたけど。でもこの BGM もともとマルチではなくローグ型で実装しようとしていたっていうのは本当だったはずです。でこの BGM ね、僕ねどっちかというと道中の方が好きなんですよね。道中の方がさ、なんかかっこよくないですか。で、ちょっとダンジョン長いんでね、なんかちょっと、余談なんか別の話しながら行きましょうか。ですね、ちょっと前なんですけど、つい最近ではないんですけど、いつぐらいかな ?1 週間前ぐらいかな、なんと僕の元にね、初めてファンレターってものが届きまして、事務所の方からね、ナッチさんファンレター届いてますよって言って、もらったんですけど、おっと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 、あ、そういう経過。そうかそうかそうか、ここじゃあおとなしくゴンさんを真ん中の辺に打っておいて、真ん中じゃダメやん、何やっとんの。一回リセットしまーす。で、どうしよう。ここで闇を消すと回復しちゃうんだよね。まあでもこれは闇を普通にあれじゃないの、三つ消しなら大丈夫なんじゃないの、そう思いません。ここ突破してから話の続きをねお話ししたいと思います。ですよね、1体だけ残りますよね、そりゃ。でこいつを闇消さずに倒せばいいんだ。
火消しちゃうか、もったいないけど。オッケー。で、そう、ファンレターが届いたんですよね、初めて。で、そのファンレターがね、すごい、なんだろう、僕が思うに小学生ぐらいかなっていう猫から届いて、すごい嬉しかったんですよ。こんな小さい子もね、僕の動画見てるんだなっていうね。だからコメント欄でいつもさ、僕のことをホモとかさ、そういじってくる人もいますけど、まあそういうね、年齢層の方もいながら、小さい子もね、見てくれてるんだと。だから逆に僕はちょっとね、いけない教育をしてる気がして、ね、まずいかなっていう気はしましたけどね。で、その住所のとこもさ、下書きがしてあるんですよ、鉛筆で。で、その上からペンでなぞってる跡があって、マジで感動した なんで俺のためにそんなことをするんだってぐらいね。なぜか母親が一番ね、感動してましたけどねなぜかね、母親が一番よかったねとか言ってめっちゃ喜んでました。なんで、すごいね、嬉しかったというお話です。まあね、みんなツイッターとか今あるから、なかなかね、ファンレター送る人とか少ないと思いますけど、芸能人であったりとかさ、少ないと思いますけどね。はい、そんなお話でした。色がないけど、2ターンわけじゃないんだよな今回。これアウストラリスを使うって戦法もありますよね。これ使おうか。アウストラリス。スターウェイクランドしましょう。別に4色でも倍率出るんで、悪くないんじゃない？これさらに木を入れていく感じで。ウェイにしていく感じで。100倍出ますもんね。全然 OK。ああ、そう。ファンレターで言うと、あとね、ウンズさんとかね。ウズさんは結構ね、マインクラフト動画でも紹介してますよね。ゴンさん遅延耐性の方持ってこればいけたな。シードラで使っちゃったけど、それでも良かったですよね。まあ操作時間長いんで適当に行きましょう。ほい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 。ほいほい。ほい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 。なるほど。ではもう一度、まあね、壊滅級ほど緊張はしないんで、パパパッと終わらせてやりますよ、あんたなんて。はい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 。完全にやらかしたね。ずれたね。ずれたのを直しきれんかったね。とりあえずここで列組んで、こうしてのこうしてのここで火を組んでの、はい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 、あ、もう一個ね、もう一個列組みたかったですね。おおあ、そっかそっかそっか、ここでアウストラリス使っておけばボス戦とかも落ち込んが期待落ち込んが期待できるのか。そうかそうか、すごいね、多色なのにこの目覚めを生かしていくスタイル嫌いじゃないです。はいはい。でこれまたドバーッと、あんまり降ってこないね。
でボス戦とかでね、序盤に使っておけばボス戦はカーリーで最大倍率を出しながらも、さらに落ち込んがね狙えるといった感じで、なかなかね良いぞ。アウストラリスついに就職先が僕のパーティーでもね見つかったかっていう感じですね。前まで僕ねこいつねレッツパに入れるとスキルが少なすぎたり、まあその火力ネタとかでしかね使い道があんまなかったんですよね。で落ち込み生かしたいんでとりあえずこいつをこれで倒します。消えないよね目覚め、あれが残ってることによってリターントゥーゼロが狙えるんで、リターントゥーゼロないとさすがに無理だから。消えないよね、消えないよね、大丈夫、消えた。うーわこれどうすんだよ、バインドフルじゃん。ワンパンか、ワンパンなのか、ワンパンできるわけねえよな。まあ、キードロップの量は多分これすごくいいですよ。光3個になるんで。すごくいい盤面してるんですけど、さすがにワンパン無理やろ。レベルがみんな低いもん。とりあえず、狙いとしては上で1列、で火と闇で、まあなんとかしましょう。とりあえず減らしましょう。下で組もうか。下で組んで、はい、目覚めろ目覚めろ、何もないけど目覚めません。どれぐらい減るんでしょうか。はは、いい、うっそだうっそだ、いい、源流をどうしたし、あれマジ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 か、めっちゃ強くないこいつ。僕ね正直ねバカにしてました。覚醒少ねえし、なんかお前いつ千手観音やめたんとか思ってましたし、なんでねクリスマスみたいなコピペじゃないのって思ってましたけど、強くない、ちょっと感動した。これはね、まあ人にもよりますけど、狙ってる方は狙った方がいいかな。あ、でも貴族性使ってないとダメか。貴族性なんで、そんな強くないって言ったらそうなんですけど。まあね。まあ本当に趣味だわな。完全に。だこれで闘技場が勝てますかとか言われたら、まあそれはね、安定はしませんからね。だけど、予想以上には強かったっていうお話。予想以上すぎたけど。であとサイガとかね、そのゴンさんとかさ、絶妙なコラボ金玉が必要だったりね、編成難易度が異常に高いんですけど、すごかった、ビビった、さすがにビビった。であとまあ火枠はせめてスサノオとかね、いろいろあると思いますけど、光枠多分これね、まあカンウもいいとして、今の局面多分サイガさんが頑張ってくれなかったらね、今すごいいい盤面でしたから、そもそも、ああちょっとこれからも頑張ってみたいと思います。ということで以上、学園カーリーを使ってみたら予想以上に強かったというものでございました。バイバイ。